新型コロナウイルスで減収となった中小企業に対し200万円を支給する持続化給付金について政府は新たに中小の宗教法人を対象に追加する方向で最終調整に入ったことがテレビ東京の取材で分かりました複数の政権関係者によりますとコロナの影響で葬儀などが大幅に減り経営が苦しい寺などが増えていることが背景にあるということです